照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。本日はですね、団長がねピッチャーに挑戦してるんですけど、まずフォームがちょっと、いい球、いいキレ、いいコントロール、投げれるフォームをしていない、こういう感じ。余韻がないって言ったらいいの、この投げる時、基本的に投げる時、離す時ってもうまっすぐなるわけ、基本的にまっすぐ、まっすぐ。男女の場合は多分こう曲がってる。で、このリリース後のフォローするみたいなね、そう、フォローするかがここまでいかない、行かずに、まあ、団長の場合は僕のイメージだとなんか差が激しいなっていう、フォームがまとまってない感じはしますね。それか、一回下にストーンと落としてから上げるか、下ろして、そう、それダメだな、すぐ打つ感じ全然違うでしょ、これ肘、肘全然曲がってるっしょ。あれ投げ終わり伸ばす、はい、ここでトップ、でこれ離したら伸ばしたままこのくる、はい、曲げない、もう離したらこのまま伸ばす、わかるかな、その腕触れてないのはなぜかって、ここをまずさ潰していかないと、腕を触れないのはなぜですか、コントロールです、コントロールを意識するから。じゃ、コントロールを意識するときに何が原因だと思う、やっぱもう肘が下がってると、肘下がってるのはなぜだと思う、ストライクを入れようとしてるから肘が下がると。まあでも一理あるかもしれないですよね、フォームが固まってないから置きに行こうとしちゃって、うん、で結局縮こまっちゃって入らないっていう、むしろね、むしろピッチャーって置きに行こうとすると入んないもんだよ、むしろこういったら入んないし、置きに行くと取りに行くは違うからね、うん、もちろん一番いいのは普通に正しい投げ方をして、正しいフォーム、正しいリリースポイントとかをして、そこでちゃんと入ること、腕をしっかり振って、それができないのに縮こまって投げたところで普段とは違う投げ方をしてるんだから、コントロール入るわけないで、むしろ失速してさ、なんかすごい低めの小判とかない、あ、多いです、それって守ってる側からしたらね、もうなんか心配でしかないのよ。やっぱ一番ピッチャーとしていいのはやっぱ投げっぷりがいいところ、
思い切りこうやってグワーって投げる。それが一番誰が見ても打者も怖いと思うし、ね、野手もね、監督もさ、うわいいなって思う。それがピッチャーだから、一番注目されるんだから、ピッチャーって目立ちたがり屋の集まりだから。間違いないわじゃあこの距離でさ、強く投げれる？裏から裏から来て、もっと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 、いいじゃん。そう、あのね、そう、そういうボールが来るときは受けててもマジで綺麗にまっすぐ来る、うん、それは何、今の投げどうするの？いいよ、もっともっともっと、フライだった、うん、今曲がったね。いいよいいよ、今の良かったんだ。今の今の、もっと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 、いいよいいよ、弱い弱い弱い、弱い、さっきのはいいよ、はい、いい、この手だったら怖いと思うけど、怖さ全くない、全然前行ってる、もう怖いと思わせるぐらい腕振んないと、もっとガンガン引けよ、はい、来れるし、ひろとサンダル、サンダルひろと、いいよいいよ、おいおいおい、今のいい、今のいい、今のいい、言わないでくんない、先にそんな、うん言わないでくんな、今すぐ、今すぐ真っすぐだった、はい、いい、回転、あ、いいよ、いいいいいい、カレーに怖くて、あ、いろんな意味で怖くて後ろから撮ってるのすっげえ、あ、バレねえなって思ったのに最後の最後でバレちゃった、はい、はい、はい、というわけでですね、それでいきなりやったんですけど、団長の、まあ、癖というか、まあ、ピッチングの時に感じるところ、ゼロポジションの状態になって投げる、それが基本なんだけど、団長の場合こう肘が曲がった状態で投げて、まあ、結構目立ってたんで、はい、こういう方法もあるよっていうところでやらせてもらいました、はい、多分映像を見てる人も思うんだけど、多分やっぱこう投げるときに肘が下がってる、もうこうね、もちろん肩より上げます、はい、こう団長が下がった状態でこの状態でこういう感じになってしまってる、はい、うん、それを直せば、まあ、今みたいにさ、近い距離でさ、ガンガン投げてたらすごいいい球いったし、まあ、多少まだ指のかかりがちょっとこう、まだバランス合ってない部分もあったんですけど、はい、すごい今良かったんで、まあピッチングの時はもう置きに行かない、一切やっぱりちゃんと腕振って投げた方が、はい、いい球いくので、もともといいスピード持ってるので、そこを生かしてほしいなと思います、はい、はい、というわけで、本日は、団長のピッチングを、指導させてもらいました。この動画が良ければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではおでしょー、おでしょー、チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではおでしょー、イエーイ、イエーイ、そう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 、ショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。